ゆうこすもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回はここがですね、私の会社です。実は会社をやっています。 YouTube とかインフルエンサー業の傍ら、会社も、実は2016年冬季だよね。会社をやってるんですけど、今日が会社に出社をしていて、私のお仕事の日のカバンの中身を紹介していこうと思います。なんか犬3匹分ぐらいの重さあるかもしれない。何キロぐらいだろう、わかんないけど、普通に働くだけじゃなくて、普段からこう発信とかもしているので、あとコスメとかも好きなので、いろいろ入っててちょっと面白いので見てもらえたらなと思います。うちの会社のロビーがめちゃくちゃ可愛いんですよ。おしゃれじゃない？めっちゃこうインテリアががっつり。それでは、私ゆうこすの、お仕事の日のマックの中身動画スタートです。まずバッグなんですけど、これは会社を立ち上げて1年目ぐらいの時かな、時に自分でご褒美として初めてブランドのバッグ買ったやつじゃないかな。これはセリーヌのバッグです。セリーヌのロゴが重すぎる。なんなんだこれ。なんかいっぱい入るバッグが欲しいなと、あとシンプルなやつが欲しいなと思って、まず1つ目がなんといっても iPad Air、 新型のやつです。この前発売されたやつで iPad Air を使っています。動画編集とかするように家に大きいパソコンはあるんだけど、まあ、出先とかでメールとか確認とかになると全然 iPad Air で私は、ね、十分なので、めっちゃ軽いんですよ。めっちゃ軽いし、最新の機器はいいよね。なんか新しいって言ったら何でも欲しくなっちゃう。私はホワイトのカバーをつけてます。なんか大人っぽいのがいいなと思って、シンプルなやつにしました。で続いてはね、これ今めっちゃハマってんだよね。キリンさんのムーギーっていう飲み物なんですけど、めっちゃ可愛くないですか。大葉と黒豆とハーブが入った麦茶で、なんか一本一本ね、デザインがすごいおしゃれで可愛くて、社員が焼けてすいません。何なんだ。うん、うわぁ、めちゃうまい。これもサクサク行こう。あ、もうこれないと私もう無理。 SNS で基本的に仕事をしているから、充電器がないと絶対ダメなんだよね。アンカーのやつこちらです。ちっちゃくてね、いいんです。これがないとちょっとダメかもしれない。あ、スマホは早く、私も iPhone12 が届いてほしいなと思いながら、私が使ってるのはまだこれ11 Pro かな。そうだ、なんかさ、 YouTube とかタレント活動以外に会社で何してるんですかっていうコメントをいただくことが結構あるんだけど、入ってるやつから紹介していこう。まずは会社でやってることは事務所としての自分のタレント活動と、あとはバッグにね、乳液が入ってることがある。ニワンジュっていうスキンケアブランドを自社で立ち上げてやっています。で、乳液がね、あったら何が便利っていうと、なんかメイク落としとしても軽く使えるというか、綿棒とかにつけて目の下ら辺がよれちゃったって時とかになじ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 塗ってメイク直しとかにも使えるし、まあ簡単にこう体を保湿することもできるし、保湿アイテム1個あったらなんか便利だなっていうことで、リップ直す時とかもたまに使ってます。まずはニワンジュってなってるのと、あとさ、今一瞬映ったんだけど、スマホにこのステッカーが321っていう、ゆうこすがね、もともと YouTube やる前にショールームっていうアプリで配信とかやってたんだけど、そういうショールームとかポコチャっていうアプリとか173とか LINE ライブとか、なんかそういうライブ配信アプリで頑張ってる子たちをサポートする会社321っていうのをやっていて、今所属者が1000人増えました。そう、社員のね、人数も増えてすごい大きくなっております。頑張ってね。そう、ゆうこすの会社やってること全部概要欄に書いてるので、ぜひちょっと見てみてください。あとはね、タレント育成とかもやってます。 YouTuber のももちちゃんとかがね、うちの主力なんですけど、それ以外にも毎年こうオーディションやっていて、その子たちのプロデュースっていうのかな、やっています。まだね、今年受かった子は YouTube を、多分この動画アップする頃に始めてるか始めてないかぐらいだけど、1万人超えたぐらいから告知していこうかなと思っています。続いてポーチ、これはね、暗い場所で見えるかな、レブユーって書いてるんだけど、レブユーっていうアパレルブランドもやってるんだけど、そこのね、ポーチ、
ポーチの中はね、コスメですね。仕事に行くときはそんなに持ち歩かないです、コスメの方は。撮影のときとかは持ち歩くんだけど、そうじゃないときはね、持ち歩くの3つくらいかな。正直、この3つ。1つ目が、オンリーミネラルのミネラルクッション BB です。私はライトオークルのカラー使ってるんだけど、なんかお仕事のときは結構肌に優しめのフェイスメイク。で、あとクッションファンデは直しが楽だから、今日もね、全部それ1つだけ。うん、で、最近はさ、もうマスクだから、マスクでも取れないようにティントリップにハマっていて、アピューのジューシーパンスパークリングティントの BE01 番です。これ色がめちゃくちゃ可愛いんです。なんかうるうるとして見えて、ラメも入ってて、ちょっとこうコーラルピンクみたいな万人受けのカラーかなっていう感じで、ラストがキャンメイクのクリーミータッチライナーですね。これも全然揺れないからマスクメイクにもぴったり感じ。あとポーチに入っとるのが、目周りはね、すっごい入れてます。あのカラコン、私が今つけてるチューズミーのチョコブラウンっていうカラーなんだけど、カラコンはたまに目にめっちゃゴミが入っちゃったりとかすることない？私はあるんですよ。ワンデーだから一応持ち歩いてる。一日中つけても全然大丈夫なやつなんだけど、一応なんかあった時のためというか。あとは目薬はこれです。ロート製薬のC キューブプレミアムフィットかな。ちょっともう使いすぎてなんか裏側なんか剥がれてて分からん。そうですね、うん、でこれがコンタクトの装着液にもなるし、普通に刺してもいいやつで、なんかすごいなんかね、トローンとしてなんかじゅわんとすごい気持ちいいので、めちゃくちゃおすすめです。え、あとなんだろう、あとまあ普通にあのこれなんだっけ、あのあれボエルケアあとはね、下に賢者の食卓を、これなんか仕事のバッグのあんま関係ないかもしれないけど、あの食事の前に飲んだらなんかを抑えてくれるらしいあとはね、可愛いヘアゴムを、可愛いこういうちょっと大きめのデザインのやつだと結ぶだけでなんかそれっぽくなっていいよね、うん、で続いてがハンドケアです。コロナのね、対策というか、ゆうこすの YouTube では何回も出ていて、みんな見たことあると思うんですけど、ベキュアさんのワンダーハニーのシリーズだね。手指すっきりハンドスプレーとトロトロハンドクリーム。ハンドクリームの香りが全部で5種類で、スプレーの方が全部で4種類あるんですけど、もうベキュアさんとは初めてお仕事した時から仲良くさせていただいてるんですけど、これは12月1日から発売なんだけど、事前にプレゼントしていただいておりました。ありがとうございます。で、やっぱ今ね、コロナの対策でこういうハンドスプレーはたくさんあると思うんだけど、植物性のアルコールなんですよ。だから結構皮膚にすごく優しくて、香りがめちゃっこいい。香りの良さを伝えたくて横をキョロキョロ見ちゃうあのね、サイズ感的にも私の手のひらぐらいだし、見た目もすごい可愛らしいし、なんか私はね、新しいこうサボンベベっていう香りがめっちゃ好きで、ふわふわのタオルみたいな優しい香り、ピュアなフルーティーフローラルって書いてるけど、確かになんかこう清潔感があって、こう丸い香りというか、なんかもう老若男女合ってるみんな好きでしょっていう優しい香りなので、結構アルコールスプレーって匂いがこうきつかったりもするんだけど、香水ですかぐらいの柔らかい香りでなので、なんか食事の前だったりとか、やっぱちょっとしたタイミングで最近はこうつけてます、うん、あとはハンドクリーム超良かった。これもサイズ感が手のひらちょっとちっちゃいぐらいで、持ち運びにすごくいいんだけど、うん、こんな感じで結構ほっくりとはしてるんだけど、ベタつくこともなく、北海道のアカシアの蜂蜜が入っている、配合されてるそうで、しっかりと潤ってくれるけど、ベタつかないから、こうパソコン作業とかスマホの作業の時とかにすごくいいなと思って、あと香りが統一できるのがめちゃくちゃいいなと思って、それが一番かも。プレイの方はこっちの香りを持ってきました。こっちはね、ウサギのマークの方で、スイートピオニーの香りなんですけど、私ピオニーの香りがそもそもすごく好きで、今日さ持ってきた香水、白の香水もピオニーの香りだし、とにかく私はピオニーが大好きなんです。で、あーでも除菌系で言うとね、ビオレの柔らかウェットシートで、最後がお財布です。財布は、最近ね、ジルサンダーのすごいちっちゃいの買いました。もう今は IC カードとかクレジットカードとかそれだけで全部済ましちゃうから。そうだね、あ、名刺が、ちょっと名刺、私の会社の名刺です。初めて見せたかも、 YouTube で初めてだよね。こんな感じであるんですよ、一応名刺あとこっちもある、321の方の名刺もあります。
っこいいな。面接されるだけでテンションが上がる。はい、というわけで今回は私の普段のお仕事の、バッグの中身を紹介しました。いかがだったでしょうか。こんな感じでね、普段実はいろんなことをやっております。なんか忙しく楽しくやっています。この動画がちょっとでも参考になって楽しかったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。でですね、この会社たまに社員募集、動画編集者だったりとか他にもいろいろやっているので、あの Twitter とかね、Instagram の方で私のやつで発信をしているのでぜひチェックしてみてください。最後に宣伝させていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。